トグロ兄の不気味な影。暗黒武術界決勝戦、激戦の末1回戦2回戦をものにしてきた裏飯チーム。不気味な笑みを浮かべトグロ兄が裏飯チームの前に立ちはだかった。なんだこの寒気は、なんでこんなに体が震えるんだ。さすがお前の霊感は鋭い、もう自分の死を予感しているとは。貴様いつの間に。お前もすぐに限界のところに行ける、死という方法でな。何、今なんて言った。何を驚いている、まさかお前知らなかったのか。限界は死んだ、殺されたのさ。死んだ、そんな。そうか、みんな知ってたんだな。俺だけ知らなかったのかよ。お前の仲間も冷てえな。誰も教えてくれなかったのか。よし、俺がメイドの土産に教えてやろう。貴様ら人間がいかに無力で哀れかをな。昔々、若い男と女がいました。二人は共に武道を極めんとする仲間でした。しかし年月がどんどん過ぎて、女は醜く年を取り、逆に男は武道のために魔界の力を借り、若さを保ち続けたのです。そして年を取った女は若いままの男を妬み、決闘を申し込みました。しかし哀れにも帰り行きに会ってしまうのです。なんと天海選手はこの決勝戦が行われる前にトングロ弟選手に殺されていたということであります。こうして玄海は弟に殺されて天国へ行きましたとさ。めでたしめでたし。俺に任せろ。切れたぜ、完璧によ。やってやろうじゃねえか。切れたぜ、完璧に。よ、威勢がいいな。うるせえ、てめえだけは許さねえ。でーくたばりやれ。レディーファイト。まったぜ。撃ってやった。撃ってやった。Yeah!
俺様の霊剣さばき見せたるぜ。どれや、油断したか。だがな、お前は俺に致命的なダメージを与えられなかったぜ。何？貴様らなんてやつだ。どうだ、手も足も出ない。俺の体が繋がった時がお前の最後だ。貴様、何を。それならお前の体を全部ぶっ潰したらどうなんだ。不死身のトグロ兄をついに倒した恨めしチーム、いよいよ決勝戦は最終局面を迎える。トグロ兄の野郎、あいつは不死身か。あの攻撃を食らってなんで立ち上がることができるんだ。くそー、一体どうすればいいんだ。なに、コエンマ、俺の代わりに戦うっていうのか。ん、秘策があるだと。どういうことだ。次回、不死身の男トグロ兄の逆襲。まさか鬼のあいつが出るとは。